この動画では奈良県奈良市にある東大寺を上空から見ていきます。東大寺は華厳宗の大本山で、本尊は奈良大仏として知られる毘沙那仏です。8世紀に聖武天皇が国力を尽くして建立した寺院で、日本の文化に多大な影響を与えてきました。1998年にユネスコの世界遺産に登録されました。建物や仏像は日本の美術や建築の傑作です。東大寺を空から見るとその大きさや美しさがわかります。東大寺の魅力をこの動画で楽しんでください。